はい、来ました、猫カフェで。ふっこすいらっしゃいました。こんにちは。ありがとうございます。まあ、この画面の外にはいろんな方が来ていらっしゃってるので、まあ、随時声も入ると思います。はい。はい、ということで、猫カフェなんですけど、どういう言い方、紹介の仕方がいいんですかね。当事者の人が集まる、うん、喫茶店ってことですかね。コミュニティカフェみたいな。そうですね、うん、はい、まあ、別に来る方は当事者でなくても、うん、どなたでもいらっしゃっていただけるんですけど、やってる人たちが当事者ですね、うん、お客様のほとんども当事者っていう、うん、ということですね、はい、これここってなんか別にその B 型とかそういうわけじゃないですもんね、うん、普通のただのカフェです、はい、普通のカフェということです、はいはい、長いですよね、猫カフェも。そうですね、2010年からここに。本当言っても2010年なんですね。そうですね、14年か、11月か、はい、はい、ちょっとじゃあ、うん、なんか唐突始まっちゃう、自己紹介をまずしていただいてもよろしいですか。あ、はい、猫カフェをやっています、うん、金子と申します。はい、よろしくお願いします。あ、はい、まあ、僕はここの常連というかお客側ですけど、まあ、よくこもう一つ JDDA って協会もあって、そちらのスタッフもやらせてもらって、ああそうですね、まあ、あと猫で当事者会を主催してます、はい、ママさんです、イベントをやる側の、はい、うん、ココペリと申します。よろしくお願いします、はい、よろしくうん、はい、ご紹介短いです。そうですね、はい、なんかまあそんな感じでいつも YouTube やってます、うんうんうん、そうですよね、 YouTube もね、何千本も、うん、うん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 、見切れないですね。そうなんですよね、なんかここが僕のちょっと ASD っぽさというか、発達っぽさというか、何なんでしょうね、よく分かってないんですけど。先生もやっぱり ASD っぽいところは認めてらっしゃる。あ、そう、僕もなんかずっと自衛隊時代とか入って、はい、いや、ずっとっていうか僕転勤族だったんですよ、もともと。それで、うんうん、子供の時から変わってる、変なやつ変なやつってずっと言われ続けてて、うん、変なやつって言われたことは僕なくて、あ、それで、で大学入ってからも僕なんかアスペとか言われてて、アスペとか外耳とか、いや本当にそう、防衛大で、そう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 、あ、だから僕成績がそんなに高校中高そんなにいいわけじゃなくて、あ、はい、で最後伸びてたから、うん、でなんかたまたま医学部行くことになって、あ、そうなんですね。で、うん、医学部入ったらやっぱ暗記ができなくて、そんなに、あ、うん、だから必然性がないことを覚えるのがめちゃくちゃ苦手で、うん、うん、最初の2年生かなの時に解剖学実習とかの時に骨のなんとか突起とか覚えるのがマジで全然できなくて、必然性がなさすぎて、え、何それみたいな、本当に覚えられなくて、あそこからもう、あ、もう全然ついていけないと、みんななんで覚えれるのか分かんなくて、あ、なんかサバン的なところはないですか。よくね、他のお医者様なんかは教科書をめくるとそれをもう考え記憶覚えて、全然ない、全然ないんですよ、うん、だから僕中学校時代から記憶力なくて、うん、もしかしたら会話ないのかもしれないですけど、いえいえ、でもそれでよくね、そんな、そう、だから本当にこう中学生の時とかってめちゃくちゃ記憶力いいじゃないですか、みんな、はい、漫画のワンシーンとか覚えたりするんだけど、うんうん、あれもあんまなくて僕って。あ、なるほど、うん、だから、うん、あれと一緒、多分、うん、漫画家の人とかで、うん、そのストーリー忘れてる人いるじゃないですか、連載漫画家、うん、ああ自分で書いてたんだね、あれだ、あれだと僕思うんですよ、はいはい、僕もそういう感じで自分がやったことを覚えてなくて、うん、言われたら、あ、そうだねって感じだったりするっていうクリエイター系の人っていう感じですね、うん、だから ADHD 多め、ASD、うん、なんか難しい、ね、あ、それが、そっか、先生の認識されてる ADHD 性と ASD 性、やっぱり違いが、そうなんですよね、はいはい、うん、なんか
から僕それで言うとなんか多分真逆で成績はめちゃくちゃ優秀でしたね、うん、子どもの頃もう、まあ、テストでオール5で国語だけ4みたいな、国語だけできなかったんですけど、なんかでもそれは暗記を、まあ、なんだろう一夜漬けでやっただけで、やっぱりカメラ記憶があった、いやカメラ記憶じゃないですね、まあ、暗記っていうか、まあ、勉強量をひたすら怒られたくない一心で、親とか先生にそう読んで覚える、うん、うん、まあひたすらそうですね、なんか暗記というか、うん、だけどまあ今となってはそれはできないと思いますけど、はい、うん、あでもなんかその本当の実力がないから受験とかでこけて、まあ、二浪もしたんですよね、はい、うん、そうですね、すいません、そう、うん、すごいですね、でもお医者様になるっていうのはそんな並大抵じゃないので、うん、うん、いや、まあ、何でしょう、医学部に行った動機もありましたけど、うん、本当、うん、先生もやっぱり、うん、ウェイズとかご自分でやられたことはないんですか、ね、ウェイスは、うん、いや、ウェイスはやったことあるかないかってちょっとややこしくて、うん、あのウェイスをなんて言ったらいいのかな、いや言っちゃ悪いかもしれないですけど、まあ、ぶっちゃけて言うとウェイスを、うん、最初答え見ながらやるんですよ結局結論言うと時間がないからウェイスって何か知らないからみんなでやってみないといけないから、うんうん、まあ一応そのバーってやったりとか、うん、あれ、うん、ね、ウェイスっていうとあんまり答え、うん、皆さんに言っちゃいけないんでテストの手が変わるからだけど、うん、まあマジカル頭脳パワーみたいな、うん、そのクイズ問題が、まあ、なんかいくつか あるんだよね、うん、だから漢字テストみたいなのとか、うん、なんか、動物のパネル当てテストみたいな、うん、いわゆる脳トレみたいな、うんうん、であれはなんかね自分でちょこちょこ最初覚える時ありましたけどね、うん、そうそうそう、うん、あれ覚えちゃえば結局できちゃうみたいな、うん、はい、できちゃうから、まあ、でも、はい、うん、ね先生だったら150とかあるんじゃないですか、150は絶対ないです、120、30とかじゃないですか、ね、あすごいですね、もっと受かりそうだと思う、うん、いや全然僕はね多分ねそういうのは、うん、そういう頭の良さもあんまないんですよ実は、うんうん、あんまり器用じゃなくて、うんうん、だから記憶力があんまないし、うん、そのなんていうかそういう頭の良さはあんま僕なくて、うん、ただなんか多分こう淡々とやるとか、うん、こうクリエイティブなことやるとか、あと、はい、なんか世の中の人が信じてるものをあんまり信じないっていう力がすごい強いんじゃないかな、あそうなんですね、うん、だから常識に支配されないとか、うん、あそれは素晴らしいですね、そう、良くも悪くも、うんうん、だから自衛隊とかにいるとめちゃくちゃ困って、はい、みんながなんか大事だと思ってるものが、うん、なんで大事かよく分かんないというかあそうでした、うんうんうん、染まんないから、うん、高い、うん、いや階級とか、うん、なんとか賞みたいなものとか、はいはい、なんとか作戦って時にこのバッチ1個もらえるんですよ、うん、これが欲しいんですよみんな、あまあ分かりますよ気持ちは、別に僕もバカじゃないから、はい、それは欲しいらないくはないんですよね、はい、でもそんなに欲しいっていういやそんなには欲しくないよみたいなそれがまあ良くないみたいですね、だから本当になんていうのかね、実績みたいな、みんな認められたい承認欲求があるんですかね、そうそう、だから、うん、あの戦国時代に、うん、その織田信長からお茶碗が欲しいみたいな武将たちが、うん、その領土とかいらないから茶碗が欲しいみたいなのと、うん、似てるんでしょうね、うん、階級、いやいらんやんみたいな、普通に考えてそれ茶碗やんみたいなだからそういうところが僕、うん、なんかダメというか、まあ、長所でもあるんですけど、うん、そういうのがあって今に至るって感じなんですよね、はい、うん、そうですね、途中で辞められたんですもんね、うんうん、そうなんですよ、自衛隊にも、うんうん、はい、普通はそういうことしないんでしょうかね、いやこの僕の話で申し訳ないですけど、うん、まあ、あの仲良くなるがてらにお話しますけど、あの入学した時に僕先輩からまず、うん、その6年目で医者6年経ったら専門医試験取るから辞めるんだよって聞いてるんですよ、うん、でそのボーイ大ってやっぱりなんだかんだ寮生活だし、うん、はい、そのなんか学園祭みたいなものとかがあって、うん、そこでは飲み会がずっとやるんですよね、うん、
そういう時に先輩ドクターが来て、今どういう話してるのか、どういう稼ぎ方してるのかを、まあ教えてくれるんですよ。で、将来どうなるのかとか聞いてたんで、その時に言われたのは、6年経ったら辞めんだよっていう聞いてて、で、6年経った時に、その、1600万かかるって。だから5000万、だから対、その授業料かかんない代わりに、その、義務年限っていうのがあって、働くのに。で、5000万、最初あるんですよ。それが働くごとに減ってって9年目でゼロになるんですけど、6年目の時点で1600万あって、で1600万払って辞める人が多いんだよって聞いてて、で自衛隊ってその霞が関とかと一緒で、あんまり上のこうピラミッド構造にならなきゃいけないんですよ。だから若い人はたくさんいて、で上は1人か2人出ればいい。だから同級生がいると邪魔なんですよね。だから同級生は辞めた方がいいんですよ。天下りじゃないけど、だから自衛隊の中でも衛生の医官って、まあ、今はまたちょっと違うんですけど、まあ、あくまで医師免許を持ってるだけで階級だけはくれている人たちって感じだから、まあ、自衛隊のパワーバランス的にもあんまり医官が多すぎるのも、本来の自衛官じゃない人なのに階級高い人いっぱいいても困るじゃないですか。だからまあ辞めるもんなんだよみたいなことを言われてて、それでまあ、この最後のピラミッドの上の方にいないんだってことが分かってんだったら辞めるんだよって言って、で6年目で1600万貯めて辞めろって言われてたから、そうなんですよね。でイラク戦争とか、イラク戦争もあったのか、在学中になんかそういうのもいろいろあって、まあ貯めるんだと思って、で貯めてて、で僕の時からあの研修医の2年間減らなくなっちゃったんですよ。医官が辞めすぎたから。そう、イラク戦争があった時に自衛官や医官が結構辞めちゃったから、それで、2600万だったんだけど、どうしようかなと思った時に誰も止めなかったのよね。いや、まあ、それ辞めていいんじゃないみたいな感じで意地悪もされてたし、なんか向いてないの分かってたんで、定年までいる感じでは絶対ないなとは分かってたんで、でその当時その精神分析の勉強を続けたくて、そうすると都内にいた方がよくて、もう6年目でなんかお金もったいないなと思ったんですけど、あと残り2年半働くかどうか悩んだんですけど、お金が理由で残るっていうことはないよっていろんな人に言われて、外の医者にも含めて、あ、そうなんだと思って辞めることにしたら、蓋を開けてみれば僕ともう一人ぐらいしか辞めてなくて、6年目で、あれみたいな、みんな辞めないんだと思って、っていうのでしたね。でもまあ借金返して開業できて今に至るんですけど、そうそう、なんかね。で精神分析も、だから精神分析家みたいになりたいなと思ってたんですけど、結構ご専門にされて。いやでも結局そのなかなかその発達障害の概念が当時出たばっかの時で、2010年、僕は医者になった2010年ですけど、そうそう、だから上級医が発達障害よく分かんなくて、で僕が統合失調症で診断されてた人を発達障害で診断し直したら、もうめちゃくちゃ医局で叩かれて、いやなんでみたいな、いやだってこの人幻聴ないじゃんみたいな、幻聴なくて変わってるから発達じゃないのって言ったら、いやこういうタイプの発達あの統合失調症いるんだよみたいな感じで、なんかね A 群のシゾイド型パーソナリティでしょとか、でシゾイド型パーソナリティはほぼ幻覚妄想があるけど捉えてないだけなんだよとか言われて、いやー違うんじゃないって思ってたけど、なんかそんな時代だったんだよね。でまあなんか叩かれて、で辞めた後で、その精神分析って転移解釈とかをするっていう学問なんで、発達障害の人には使い難いというか難しいし、かえって混乱させるだけで良くないってことで、そしたら開業当初海燕さんがいいっていうことで海燕さんに紹介したりとかしていて、で知らないうちになんか発達障害は僕詳しいみたいになって、今に至るんですね。そうなんですね。で途中でなんか精神分析お前はなんだみたいな感じになっちゃなったというか、なんか居心地が悪いというか、なんかやっぱ異端になっちゃっていなくなって、そう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 、あのフロイトの構造論とかも勉強されました、ね、そうそうそう、そういうの勉強してたりしてたんですけど、でもやっぱりなんか、やっぱり説明しても相手に伝わらなかったりとか、難しすぎて概念が、
なんか僕が勉強してもよく分かんないのに、多分患者さん勉強しても分かんないなと思って、はい、それで途中からまあでも勉強は続けるかと思ったんですけど、まあ今は何も縁が切れちゃってない。ああそうなんですね。そうそういろいろあってなくなっちゃったし、あれ先生は学会とか出られてないですか？いや精神神経学会は出てて、医者の会の方は、はい、それはまあみんな入る会なんですけど、うん、そこで、まあなんかそう SNS やってるのは僕が有名だからって形でなんか声をかけてもらって、うん、まあ精神神経学会ではね、なんか、こんなありますよとか、炎上ってありますよとかいうことくだらないけど、そういう話をポスター発表したりするって感じですね。YouTube ってあるんですよ、なんか広告収入とかあるんですよとか、オンラインで相談を受けてもこれ以上答えていいですよとかダメですよとかをなんか説明したりすることはあるみたいな。あ、なるほど。だからなんだかんだ言って、あの皆さん、まあまあご存知かもしれないですけど、あの、医学ってめちゃくちゃ古臭いというか保守的な人たちが多いというか、だから東京に住んでるとそんな感じしないけれども、基本的には医者の世界って地方の高齢者の人たちがメインの患者さんというか、だから東京って日本の中では特殊な地域だし、その中で 3,40 代を中心、まあ、もっと若いですね、僕のところが20代30代を見てる医者って、小児科でもなくて 2,30 代を中心とする人って、医者の中でも異端というか、精神科の中でも異端で、はい、それはそうかもね。だからそう、普通の 2,30 代って知ってる、民間の東京のサラリーマンの 2,30 代の人って知ってる、ほとんどのことがもう精神科にとってはもう目から鱗みたいなことが多すぎて、そうそうそう。いや、先日勝山さんと一緒にね、学会にも出席したんですけど、そもそも定義が難しいってことで、まあ、その学会の中ですらそういうことがね、叫ばれてて、まあ、けど我々がやってきたことは、まあ、決して無駄でもないし、まあ、けれども、まあ、我々も、まあ、患者のことを全然理解してないから向上していかなければいけないっていうことをね、まあ、謙虚におっしゃられてましたね。謙虚っちゃ謙虚だけど、まあ、よう分かってないっていうか、まあ、そんな感じなんですよね。はい、いや、本当にこの、ね、発達障害者支援法っていうのができて、今年が満20周年なんですよね。本当、まあ、まだ、たかだか20年っていう、はい、そうですね、ところなんですよね。なんか、よく分かんないみたいね、世間の人は。分からないでしょう。先生も学会で、あのポスター発表とか発達の学会でされたらどうですか？カエンさんとかもやってたので、発達障害の方、あの発達障害、臨床、あの臨床、成人発達障害臨床医学会とか、成人発達 障害支援学会とかって学会がいくつかあるんですけれど、まあ、ここにもポスター貼ってありますけど、まあこれからどんどんね、先生もやっていく。カエンさんはオンラインの自助会みたいなのをカエンの中でやって、それでどういうふうに、あの本人たちが変わっていったのかみたいなことをテーマに話されていたので、ぜひ増田先生の。でも学会発表して なんか何のためするんですか？まあまあ、要するに、あのクリニック以外にもこういう社会資源がありますよとか、こういう、あの当事者に役立つツールというか、あの支援のあり方がありますよみたいなことを精神科医の先生に知ってもらう。それ YouTube の方がいいのかなって見るとも思っちゃうんですよね。でも精神科医の先生たちに、まあ、わざわざ教えてあげるのもなんか面倒くさいなと思ってて、なんかせっかく勧めてもらったのに申し訳ないですけど、なんか怒られるし、なんか意地悪言われるのに、なんかわざわざなんか教えてやんなくても、別にそんなのネット見たらわかんじゃんとか思っちゃって、いやでも本当古い考えのね、ドクターには、あの、ちょっとあの分かってもらいたいこといっぱいあるんですけど、まあ、世代交代しないとダメなんだろうおかしいと思う。そうですね、あとはまあ、でもその分かってる人はそもそも YouTube とか学会で聞かなくても分かってるし、分かんない人にはその YouTube とか学会報告をしても分かんないんだよね。これが結構やっぱりやっていく中で分かったこととか、
やっぱりこのカルチャーの部分からやっていかないと、うん、なんかあんまり通じないみたいですね、うん、そうなんですよね。だから日本ではとにかく、うん、あのね、お医者様にまずはかからないと何にも支援が得られないという、うん、もうこういう仕組みになっているので、はい、ただそのかかるドクターによってえらくこう違ってしまうんですよね。うん、うん、あ、そうですね。ねえ、そうなんですね。難しいところですね。はい、まあ、やっぱり一定の診断基準というか、うん、まあ、かかりに来てもあなたは発達障害じゃないですねっていうことももちろんあるってことです、ね、というかその、うん、スペクトラムっていう概念が医者の中でも理解難しいみたいな、うん、そうですよね。いやなんか、はい、いやなんか本当に医者の、はい、なんなんでしょうね、はい、スペクトラムっていう概念がよくわかんないみたいで、ここからは発達障害、ここからは発達障害じゃないとか、はい、発達障害の過剰診断でしょそれはとか言ってて、いやそれって全然ディスカッションの意味が分かってなくて、スペクトラムの概念でそのいやあなたの地域ではこれ、この適応能力で暮らしていけるかもしれないけれども、あの私の東京の地域ではそういうそれぐらいの力だとあの発達障害扱いされてますよみたいな、いやなんかそういう言い方するとちょっと失礼だけれども、でもまあ、うんうん、本当にそうなんですよね、そのまんまで。そうなんですよね。だから診断欲しい人にもらえなかったりね。そうだから、ある程度過剰診断というか、うん、医者が見れることとか診察室の中で見れてるものと、うん、やっぱ現実って結構違ったりするから、うん、ある程度過剰診断気味に割とその、うん、必要な人には福祉が必要な人には提供しなきゃいけないんだけど、うん、なんかそういうの嫌みたいね、うん、なんか、うん、だから医者の中でもなんかもっと努力させるべきだみたいなことを考えてる人も一定数いるよね、うん、できないから来てるのね、困ってる、ね、そうそうそう確かにそうなんですよね。すごい、それは患者目線の言葉です。患者目線なんか変だよね。はい、うん、当事者ですね。ね、あの軽いとか重いとかっていう問題ではないんですよね。軽ければね、楽かって言ったらそういう問題でもないし、難しいですよ ね。やっぱり社会が悪いって僕は思っちゃうんですけどね。まあ、悪いっちゃ悪いけど、でもまあこんなもんかなって気もしますけどね、そんなに社会で嫌なとこあります？結構やっぱ、まあ、生きづらいっていうのは、まあ、僕はなんかもう仕事辞めても無職7年目ぐらいですけど、あの、まあ、そもそもやっぱり会社に働くっていうのが一般的な働き方、まあ、今は YouTube とかいろいろ増えては決まってきたけど、やっぱりお金稼ぐっていうか、あの、まあ、何でもなんかいろいろやりたいことがあると、まあ、そもそも一つに限定されてることがナンセンスですし、なんか、まあ、好きな時に好きなことをやりたいと思ったら、まあ、起業するですとか、なんか、まあ、今はなんかボランティアマンですけど、なんかそう自由にやるしかない、自分でやるしかないと思いますね。うん、自分でやったらいいんじゃない？ああ、そうですね、はい、そう。もうボランティア活動ばっかしてますけど、最近は、はい、なんか分かんないけど、はい、社会が悪いね、うん、なんだろうね、はい、でも別に自由にやることは制限されてないから別に、あ、そうなんですよね、社会は、はい、悪くないんじゃない？ああ、うん、なんでそうだ、稼ぎにくいっていうのはあるよ ね、 そうですね、単純に社会が悪いというよりは、はい、はい、うん、まあ、うん、でも稼ぎにくいのはもう社会が悪いというか、まあ、どうしようもないもんね、うんうん、そうそう、それはそうなんです、はい、いや、もうだから発達障害の人でなくても、あの稼ぎにくいし、ね、暮らしていくのが大変ですよね、今ね、うん、うん、まあ大変っちゃ大変だけど、はい、どうなんだろうね、うん、うん、まあ、家賃は上がりすぎてる、うん、まあでも上がってないんだけどね、世界的に見ると、うん、光熱費とかね、物価が、光熱費とか物価が上がってますね、何でも上がってるからね、お米もなくなったりして、うん、そう、うん、うん、いやー、ほんとね、うん、うん、国
ここでも結構あの、この頃若い人たち増えてるしね、うんうんうん、なんかやたら高学歴の人たちが、うん、あそうですね、うん、将棋五段の人とかそう集まってきてるのが多いです、はい、もちろんもう皆さんいろいろなんですけど、ね、はい、でもなんかあのもう一流大学出てる人同士カップルでもなかなか一緒に暮らす、うんうんうん、のが難しかったり ね、 あの高くて借りられないとかね、うん、そうそうそう、とてもとてもカップルとかね、結婚に踏み切れないとかね、うん、そう、あ、はいはい、うん、まあ都内はきついよね、うん、はい、うん、大変なみんなね、うんうんうん、まあね、でも 都内から出たら別に借りれるんじゃない、うんうん、あ、まあそうかもしれないんですけどね、うん、うん、まあ、ちょっと怖いって感じなのかな、いやだね、仕事とかもね、うん、私以外の人って電車に乗れない人とか結構いたりとか、あ、そういうことね、うん、うん、そうか、通勤が短い都内の方がいいとか、うんうんうん、逆にねリモートになっちゃってて地方に行った人とかもいますけど、うん、うん、あ、そこはね、うん、障害者雇用というとねやっぱり、うん、あの給料はガクンと減ってしまうので、うん、でそれこそ海燕さんも、うん、あのもう学プロっていうのを始めていて、うん、大学4年生からね、うん、東大生でも行くんですよ、うんうんうん、で金子さん就職決まりましたとか言って連絡くれると、うん、障害者雇用で新卒からね、うん、東大生も行ったりしてるんで、うん、なんかちょっとそれでいいのかなって私はね常に思って、うん、そうなんだよね、だからどういうふうにその産業を作るかっていうのは結構難しいですよね、うんうん、ビジネスと、はい、うん、だから結局今ってその資産運用みたいなもので儲かっちゃってるから、うんうんうん、それできる人なんてもうごくわずか一部ですよ、まあ、できる人っていうか持ってる人だけができるから、だから結局家賃がどんどん上がっちゃうの、ね、その日暮らしの人はね資産なんてできないですよ、だからどうかっていうか、それが今の資本主義社会の問題ですよね、だからヨーロッパとかね、うん、日本とかはもう停滞してるじゃないですか、うん、でアメリカだけがなんか IT とか金融工学とか使って無理やり株価だけ上げてるけど、うんうん、結局景気いいのって中国と東南アジアだけだもんね、うん、中国も停滞しにきてて、うん、製造業の中心は東南アジアに移ってるから、うん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 、基本的にまあ社会っていうかまあ産業構造というものが良くないから、うん、良くないっていうかもうそういう時期なんだよね、うんうんうん、だからまあリバーみたいにまあ地方に暮らすっていうのも一つの答えなんでしょうけどね、うん、はい、うん、あ、以前ここの YouTube でなんかゲストでお話したコモリーの山田さんとか、うん、なんかワークキャンプでなんか農福連携みたいな、うん、はい、そういう活動、まあでもそれもビジネスサイドというか助成金みたいな支援があるからできるというか、うん、でそれもね、うん、結局、うん、変わるんで助成金っていうのも、そうだよ、ね、突然あ、はい、安くされたりしてバタバタバタって、うん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 、A 型も潰れるし、うん、あのいろんなとこが潰れるじゃないですか、うん、いつまでもその助成金が続くわけではないから、うん、難しいですよそれは、うん、まあそうだね、だからどうにかしてその資本主義の歪みというかこういう歪みは政治的な解決っていうものが必要になってくるんだけど、うん、はい、結局そのまあ今ってその政治家の人たちが全然その分かってないというか、うんうん、とそういうマイノリティというか精神科の患者さんの声が一つに集まって社会にメッセージとして届けられてないので、うん、だからそういうものをどうにかして作って、
社会保障のあり方を変えていくって形をしなきゃいけないんでしょうけどね。うん、うん、そうですね。私たち発達障害当事者協会も、うん、そういうことを目指して今、うん、ネットワークを作ってるんですけどね、うん、なんかやっぱり声を上げていかないとね、社会保障のあり方も、うん、年金の問題も変わっていかないので、ね、だから政治的な政治的な監視というか、そういうことをこそなんか、うん、しなきゃいけないんですよね、うんうん、で助けてくれっていうだけじゃなくて、相手の事情を理解した上で伝えていくっていうことなんですけど、そうですね、できないことはできないって言われちゃいますからね、まあ普通に考えたらね、まあマイノリティの言うことを聞く理由ってあんまりないからね、民主主義社会においては、マイノリティというよりも、要するに精神障害者ですよね、うん、発達障害の人たちも、うん、あの精神障害者福祉手帳を持っているわけであって、だから1割ぐらい、1割弱の人たちってことですよね、だから1割弱の人たちよりも9割の人たちの意見を聞いてる方がいいから、それも僕も考えたことがあって、はい、うん、確かに、精神疾患のことを説明しているときに、精神科の患者さんが精神医学を知らないから、じゃあこの1割の人たちに精神医学をどれぐらい何パーセントを伝えれるんだろうと考えたときに、でも反精神医学と思っている人たちがいて、この9割のうちの何パーセントぐらいが精神医学を理解できないんだと思ったときに、この戦いって負け続ける、勝つことないなと思って、逆転することないなって、その一回思ったことがあるんですよね。だからその例えば人、その心は脳であるとか、心っていうのはその文化によって作られるっていう概念は難しすぎて、3割ぐらいの人は理解困難だとした時に、その精神疾患の中の人の3割もそうだし、でも非精神医学の人の9割のうちの3割が理解しなかったら、それだけで精神科の患者さんより数多いわけで、いやこの反精神医学との戦い結構大変だなと思って、だけどまあピンポイントで集まって、ピンポイントでついていくってやり方は、まあ、まあやる価値はあるんでしょうけどね。やっぱりマイノリティというか、障害者の中でも、あの精神障害、まあ、知的障害と精神障害っていうのはこう人権がないみたいに思われて扱われますよ、あの行政とかから、そうみたいね、はい、だからまあでもこれも時間の流れなのかなと、だから昔に人類って貴族というか、ね、家柄がいい人じゃない限りは人間じゃなくて、そのうち男性だったら全員人権が出て、そのうち女性が人権得て、今は性的マイノリティが人権を得て、で次に、まあ、精神、まあ今も人権はあるんだけど、社会的認知を受けるのはまあ次なんだろうなと、なるほど、でも今はなんかすごくこう、この前も宮台さんとこと喋ってましたけど、 あんま宮台さんの名前出すといいかダメかもしれないけどすごいですね、そうそう、なんかやっぱりその、人類の未解決問題みたいなところにそれを言語化できる、そのマルクスみたいな天才が現れない限りは無理なんでしょうね、だから今ってみんな自由平等であるっていう前提成り立ってる社会で、資本主義社会とか民主主義社会って、でもどうやら知的能力とか全然結構違うよねとか、なんかそこら辺を認めていかないといけないんだけど、それを認めてやると資本主義とか民主主義の在り方から崩れちゃうというか、でもそれを崩してもなお耐えるような言説というか文化が作れるような天才が現れない限り難しいのかなとか、問題があるのはみんな気づいてるけど、その次の答えみたいなものを作らないといけないみたいですね、言語化が大事ですね、
伝わらないとなかなか、うんうん、でもまあ結論結構単純で、うん、はい、まあ生活保護を 取っていくってことなんですけど、なるほど、うん、まあ結構そうですね、あとはなんかそのベーシックインカムじゃないけど、うん、まあ障害年金だったり中間的な社会保障を得るってことだったり、手帳的なものを手厚くするってことなんでしょうね、うん、でお金を配るのが嫌だったら食べ物を配るってことになるんでしょうね。あ、そうですね、はい、うん、とか安い家をたくさん建てるとか、うん、だともうそもそも空き家でもう余ってるから。そうなんですよね、本当ね、食べ物なんてね、もううん、もう人類は飢餓の問題を克服してるから100年前ぐらいに克服したわけですよ、うん、ですよね、うん、だから別に、うん、はい、食べ物も別にね、こだわんなければ余ってるわけで、うん、そうですね、はい、うん、それでなんか、うん、たるものの中で暮らしていけばいいってだけなんですけどね、うん、あと技術とかもどうですか、 AI とか、まあそういうロボット、オートメーションで、まあ、自動化で、まあ、物流とかそういうのを円滑にしていくとか、うん、そしたら全然暮らしていけるから、人間が働く必要ないっていう、うん、うん、まあ現実的にもう人間が働く必要ってそんなないんでしょうけど、ね、そうなんですよね、うん、だから働かなくてもいい仕事が結構あるけど、うん、働いてるように見せかけてるっていうのかな。そうですね、はい、うん、すみません、なんかね、ちょっと思想寄りの話になって思想寄りの話ポペリさんはね、無職移行支援を就労移行じゃなくて無職移行支援とか、ね、まあ、冗談で言ってますけどそういうことなんでしょうか、はい、うん、いやもうほんとね、あのその就労移行支援とか、全部そういう流れにしようとされているからね、うんうん、そうですね、はい、みんな大変なんですよね、うん、引きこもりの人とかね、うんうん、一歩手前で企業支援でもいいわけですからね、独立とか、まあ結論なかなか、まあ、出ないけど、ね、まあ、こうやってディスカッションすることはすごい重要というか意味があるなと思ってて、うん、だからそういう、あ、だからそういうディスカッションのイベントも以前ここで僕が開催したりしたんですけど、うん、あの、まあ、この、まあ、これからもちょっとそういう企画を考えてたりしますけどね、はい、うんうん、そうだね、うんうんうん、ディスカッションイベント、うん、いや日本はねこう話し合いを避けよう、うん、避けようとしますよね、文化的にね、うん、うん、政治はご法度とかそうそう、宗教と政治の話は、うんうん、なしでっていうのが、うんうん、もう前提になったりするので、うんうん、いえいえ、あのそれはどんどんしてくださいと私は言ってるんですね、勧誘は絶対いけませんよ、ただあのディスカッションはね、うんうん、なるべくしていかないとね、はい、うんうん、確かに、うんうん、ディスカッションなんか五反田に言論カフェっていうのもありますけどね、うん、それは、まあ、そういう建設というか哲学、そういう界隈の人が、うん、まあまあ、ゲストとか招いて喋ってる、増田先生も全然呼ばれる、うん、でもおかしくないと思いますけど、全然呼ばれないですそうですか、言論カフェ多分呼ばれないですね、あ、そうです、なんか相性悪いのかもしれないですね、うん、あ、うん、そうなんですかね、哲学カフェ、あ、そうです、前ここに一度来たかな、うんうん、あ、そうですか、うん、そうですよね、意外とその精神医学ってなんかそういう人文系の人たちから嫌われてるというか、あ、そうなんですか、嫌われてはないのかな、なんかあんまりよ、へ、そうそう、そこもなんか問題があるなっていうのか思って、なんか彼らはあんまり根本的にはそういう弱い人たちとかそういう救済には関心がないみたいで、あなんか そこがややこしいのよね、なんか、平和とか考えることは好きだけど、うんうんうん、なんか現実的な解決策にはあんまり関心がないところがあるよね、うん、彼らって、うんうん、だから問題だっていうふうにみんな言ってるけど、はいはい、うん、そうなんだよね、うん、
解決していかないとでもどうしようもないですもんね。まあね、確かにね、でもなんか考えますね、でも、子供食堂とかそういうことも大あるんでしょうか、ね、あそうですね、食事を無料で配る場所みたいな、なんかネッコカフェって本当素晴らしい、あの、まあ、当事者がもうフラッといつも寄れる、まあ、ちょ固定でしかも10年以上続いてる、常設の唯一の場所といってもいい、まあ、そういうサードプレイスっていうか居場所がもう全国にいろんなところに増えたらいいなっていうのは思ってて、ただそういうの例えば IT っていうか、まあ、サービスでプラットフォーム作るですとか、まあ、実際に居場所の運営者も必要ですけど、そうなんですよね、はい、だから僕も自助会、オンライン自助会やって2年経ちますけど、やっぱいろいろありましたね、なかなかなんでしょうね難しいといえば難しいし、はい、なんでしょうね、リアルイベントとかは開催しないですか？いやまたコロナも明けたんでやりたいなと思ってて、はい、あそうですか、ネッコカフェさんに来てもいいし、ぜひ、はい、ちょくちょくいらしてください、ね、やりたいんですけど、もう満杯になってますか、そうやって、なんか難しいんですよね、まあ、僕も体が1個しかないから、悩み中なんですよね、ただなんかディスカッションっていうか話し合いをしたいと思ったらちょうどいいぐらいですね、そうです ね、 ここはね、これぐらいの広さがいいですよね、これ以上広くなっちゃうと、一つの話をするのがね難しくなっちゃう、確かに、そうだね、じゃあ抽選になりますね、まず先生来るんだ、そうそう、それって申し込み、それってなんか社会正義に合ってんのかなって思っちゃって、それだったらちゃんと広いとこ借りた方がいいのかとか、あと当事者向けのものがいいのか、それともプロ向けの講座をした方がいいのか、まあ、悩んだり変えたりしつつ、今に至るんですよね、そうはい、あれオープンダイアログとかっていうのはご興味ありますか、いやーオープンダイアログについては、実は僕結構否定派というか、あなるほど、いやみんなで話すのはいいんだけど、そもそもオープンダイアログってみんなで話すだけじゃなくて、なんか すぐ集まんなきゃいけないとか、あるよね、すぐ集まる、そう一人の話をするとか、みんなで集まるとか、あのその場すぐ集まるとか、本音をなんかね細かいルールが結構あるじゃないですか、確かにそうですね、あれってそのまま実行できないよねと思ってて、実行できないのにオープンダイアログっていう、そのみんなで輪になって喋るって言葉だけが先行しちゃってて、他の要素が抜けちゃってるから、なんかなんかいいとこダメだねと思ってそもそもそれオープンダイアログしてないよねってなっちゃった、ああそうですね、もともと定義とかあると思います、いやみんなで集まってオープンに喋りましょうだったら別にすごく賛同するんだけど、最初のオープンダイアログの定義が違うから、それっていいのみたいなあとはその後の問題があって、じゃあその先とかこういう困った時にどうしたらいいんだろうっていう SV がちゃんと機能してない説っていうのがあって、それでなんかあんまりその患者さんには進めにくいなっていうのが本音なんですよね、難しいですよね、手法がいろいろ、海外だとね、いろんな職能の人が集まってね、そう、そうそうそう、だけどその集まってないじゃないですか、ってことはオープンダイアログじゃないことをオープンダイアログって言ってるから、すごく、なんかオリジナルですね、要は、まあ、そういうふうに言えばいい、だからそうやったらオープンダイアログって言わずに、オープントークでもいいし、オープンダイアログ2でもいいし、新オープンダイアログでもいいんだけど、そうしてくれるならそれでいいんじゃないかな、だからなんか、いや
言ってることとやってることが違うと、うん、あ、そうですね、結局困るのは現場の人たちじゃないですか、うん、だから上の人たちはこれやってていいですよとか言ってて、うんうん、で、はい、こういうふうにプロがやってるんですって言ってるけど本当は違うからそれ良くないじゃないですか、っていうのが僕だからやるんだったらそのやるところの定義をして、失敗したら失敗したでそれをオープンにして、もう一回 PDCA 回して直していけばいいだけであって、で僕は思ってるんですけど、だから友人がやってるんですけれどもね、はい、森川すみれ先生とか、川島みゆきさんという友達やってるんですけど、本当素晴らしいと思うんだけど、あの人たちじゃないとできないみたいな、なんか、まあね、再現性はないかもしれない。そうすると一人のカリスマが5、6人の人を回してるってことになっちゃうんですね。そうなんですよ、難しいかな、そうなんだよね、うん、じゃあそれと手法じゃないじゃんってことになっちゃうからね、そうなんですよね、斉藤玉木さんもやってる、そうですね、はいはい、でも普通にその普通に普通に会話すればいいんじゃないかなと思って、あ、そうそうですね、普通にね、はい、こういう感じ、そうだね、集まって会話するとか、あ、そうですね、ルールを作るとか、うんうん、最近うちはやろうとしてるのは台本形式の方がいいのかなと思って、あ、TRPG みたいな、そう TRPG みたいな感じで、最初に台本配っといて、はい、じゃあ次はこの質問をするのでみんなで感想を言い合いましょうみたいな形にした方が、予想外の発言とかがなくて無事遂行するかなって形でやってるのと、あと意外といいのが傾聴のワークショップみたいなのがあって、それずっとやってるんですけど、なんかそれがいいみたいね、傾聴のワークショップっていう建前が言い訳になるみたいで、なんかそのがっつり喋りましょうっていうよりは傾聴のワークショップですっていう形にしておいて、で傾聴したりとか私こうなんですよとか、そこへ こぼれ出る本音ぐらいが刺激の強度もいいみたいで、こんなもん、こんな感じでいいのかなみたいな。そうそうそう。まあ、だから、そうだね。傾聴のワークショップとかがいいみたいですね、今。はいはいはい。なかなかね、一人の話をこう集中して聞くってシチュエーションはないですからね。そうそう。まして集団で。それも、なんか、ワークショップなんだよって言うとなんか練習ですよとかするとなんかいいみたいですね、そう、傾聴のワークショップ4人、4人1組でぐるぐる回すみたいなやってたんですけど、なんか言い方一つで本当に受け取り方違うっていうか、もう発達障害もそうですけど、なんか居場所ってキーワードですら、居場所って僕全然否定的なイメージ全くないですけど、でもなんかそれってちょっと弱者が行くところでしょって印象は持ってる人は持ってるみたいで、なんかそういう人は嫌がりますよね、その居場所ってだけで、そうだね、弱者と思われたくないっていう感じっていう人は多いと思いますよ、すごい、まあ多分根っこには来ないでしょうけど、なかなかそういう人タイプは、そういう人もいるよね、まあだから、あの差別とね偏見の心があるからですよね、それはね、そう思いますけどね、なんか、まあ、僕はなんかそういうあまりなんでそう思うのか気持ちはわからないんですけど、まあ弱いって言われたくないんでしょうね、まあでも、そうなんだよね、今日もだってリョーハムさん、いや頭おかしいやつと思われたくないとか、まあそうっちゃそうだけど、でも頭おかしいといえばおかしいからねって言ったら、それはなんでですかとか、なんでって、だっておかしいの定義にもよるけど、普通の人が考えてることと違うことを考えてるから普通じゃないっていうことが、おかしいの定義だとおかしいでしょうとか言って、
素晴らしいじゃないですかね。まあそうですねとか言ってて、うん、なんだろうね、仲がよろしいんじゃないですか。いやでもなんかそのやっぱあるがままを理解するっていうのはどうしても難しいみたいね。一個価値観というかそういう客観的にものを見るんじゃなくて一個価値観を挟みたいっていうのがすごくあるみたいね、うん、みんな、はい、なんか別にそんなんいいじゃんって思うんだけど、うん、それが難しかったりとか、うん、だから僕は最近その結局日本の価値観にもう一回寄せないとちょっと話が進まないなと思ってて、うん、だから仏教の教えみたいなものをもう一回見直してるんですよね。あ、そうなんですね。だから仕方がないとか、うん、生まれてきてよかったっていう言葉をキーワードにしていて、はい、これをまあキャッチーなんで言い続けようかなと思うんですけど、うん、なんか自分を大事にっていうのがどうしても僕も理解できなくて、うん、そもそも日本人って無常無我の世界が美徳とされている中で、うん、無我なんですよ、うん、無我ってで欲がないっていうことが最高のハッピーなんで、だから自分を大事にするっていうのがなんかよく分かんなくなってくるんですよね。だから患者さんで自分を大事にした結果がこうなんですとか言うんだけど、それが全然幸福につながってないんで、やっぱり無我なんだから。なるほど、難しいですね。ヨーロッパのカルチャーとかだと自分を大事にっていうのがなんかうまくいくんでしょうね、おそらく。キリスト教とかなんかで、キリスト教をベースになんかいろんなものからその様々な設計がされてるから教会とか、だからそれでうまくいくんだけど、日本ってやっぱり無常無我をベースに社会が設計されてるから、突然患者さんが自分を大事にしますとか、でも周りが大事にしてくれませんとか言って混乱してると、なんか変なこと教わったから苦しんでんじゃないかみたいな、だから別に自分はないんだよってことが分かった方が楽というか、やりたいことがないとか言うんで、あれないんですとか言って、私はダメなんでしょうか、いや、やりたいことなくていいんじゃないみたいな、無我ってそういうことだからとか、なんかそこなんですよね。で、自分たちが無我であるってことをやると、相手の無我ってだったり、相手のことも許せたり、相手もこちら側を扱いやすくなるから、それって結構あるんだよね。あ、そうですか、でも嫌みたいね、まあ、欲があってもいいよっていうのと、欲が、まあ、ないもんだよって、もう対極の感じですもんね。そう、欲ない方がいいわけで、それは別に患者さんに限らずみんなそうで、欲望はない方がいいもんで、思いますね。そうですね、私はもう本当に、そういうのが少ないから楽ですね、生きるのがね。あ、なるほど、あ、まあ確かにね、もう僕も物欲とかはあんまりないというか、なんか旅行とか昔大好きでしたけど、なんか今はそうでもないという、楽だよね。だからこの無我っていうものがヨーロッパの人とかには多分難しいんじゃないかなと思う、理解が。だけど日本人は、まあそうだよねって、普通ぐみんなスッと通じるんですよ、どんな人にも。無常無我、水の心で接するとか、わけわかんないじゃないですか。言ってることが意味わかんないんだけど、みんな理解してくれるから、多分ここにキーがあるなと思って。あ、なるほど。そうか。そうそう、鬼滅の刃。鬼滅の刃みたいな。だから、なんだっけ、その、まあ、そうですね。欲を、まあ、抑えられれば確かにいいのかもしれないですけど、まあ、でも、なんか本能的に欲が、あるのはなんかそのしょうがないというか、しまえないのはまあ否定できないっていうことなんですね。本能の自分を客観視するってことなんですよね。はいはいはい、今の本能はそう言ってるなって終わるだけなんですけど、あ、なるほど、客観視をすればそれに境地に至れるみたいな。はい、この前桝野神明さんっていう曹洞宗のお坊さんとお話しして、確かになって思うことがいっぱいあって、だから体を理解して、その体が入れ物なんですよね、僕らって、その入れ物にたまたま入ってるだけだから、とかたまたまその欲望を持ってるってだけなんですね、入れ物が。それが分かれば別にいいというか。なるほど、
たまたま日本人の中のたまたま増田祐介の中にたまたま増田祐介的なものが起動してるのをたまたま僕が見てるって感覚なんですよね。だから生まれてきたのが弱い人もたまたまその弱いものに入っていて、ついてなかったなってだけなんですよね。で僕は僕でたまたま優れてたというか運が良かったというか、ただそれだけだもん。でもそれがなんか理解しにくいんですよね、みんな。資本主義社会、民主主義社会だと。特に発達の人って承認欲求強い人多いですからね。だから自己中心性なんですよね。努力で成り上がる人もいるっていう、そういうことなんだろう。努力っていうか、それも努力できるのも運だからね。なるほど。だから自我の産物だと思ってると苦しくなっちゃうから、無我なんだけど、まあ、難しいみたいね、この概念が。発達する人は難しいよね。でも発達じゃない人には結構わかるみたいね。そうですか。そうですよね。あの会社人ってまさにそうですよね。会社のために尽くすっていう、無我っていう、それが無我。無我無我、自衛隊の人とかそうだし、あです、ね、医者もそうだね。どちらかっていうとあんまり考えないよね。そうですよね。オペ室の時にだって顔を隠すからね、患者さんの。だからここしか見てないから、その間別にこの臓器のことしか考えてないから、がはないんだよ。私がやるんだって感じではないよね。ただやってるというか、まあ、それがフロー状態って形で一番気持ちが良くて心も安定するんだけど、はい、発達の人もね、あんまりがを考えない方がいいんでしょうけどね。この仏教理論の一番いいところは、あらゆるものの中に、日本のカルチャーとか物事の中に仏教理論って隠れてるんで、ああなるほどですね。なんかつながってくんですよね。しかも精神科医とかが考えなくても答えはもう歴史の中にあるんで、ある程度のことは。なるほど。はい。だからそれも楽ですね。もう一つの結論が出てるみたいな。そうそうそう、やっぱり2000年ぐらい考えてることだから結論が少し出てて、で矛盾してることとか結論が出てないことは、まあ昔の人が考えたんだから仕方がないよねみたいな。ちょっと、まあなんか時の流れに身を任せるみたいなことですかね。そうそう、レッドイットビー。そうだそう、まあ、はい、それは結構いいので、はいはい、なるほど。そう、なんかね、やっぱ分かれますよね、そういう、まあそれがいいっていうタイプと思い欲を出しまくりみたいな。そうなのかね。そんなこともないんじゃないかなって気はしていて、それはその途中はそうなるかもしれないけど、最終的にはなんか日本人的な価値観に戻ってくることが多いのかなと。まあ単純にね、なんか老いたら欲はなくなってくるっていうか、それもあると思いますけど、やっぱりなかなかその、あの重松先生とかは日系アメリカ人で、で結局日本的な価値観を治療の中心に持ってきたけど、結局キリスト教的なものに戻ってきてるって最近言っておられて最初、そういうことなのかなと思ってて、自分たちも僕もヨーロッパのカルチャーからキリスト教的なものを学んでたけど、やっぱり日本の方に戻ってくるというか。キリスト教はじゃあ一応それで言うと逆というか、逆っていうか、まあ神の愛ってことだよね。だから神の愛をで、人間っていうのは神のコピーだから、神の愛を真似たことをやるべきっていうことになってるんだけど、どうしてもなんか、どうしてもよく分かんないんだよね、神の愛が分かんないというか。それよりも仏教的な感じの方が、わかるというか、なんかまあ仕方ないよねみたいなのが。
吉田先生の仕方ないと本当に腑に落ちました。ああでもそれはすごい刺さりました。もうあの研修の時にそう言ってくださっている、はい、そうなんですよ、ね、諦めの境地っていうのかな、うん、でも多分それ僕が言ってるっていうよりはそもそも日本カルチャーの中にみんなに内在してるだけだから、うん、そこを妙についてくれたってだけだと思う。なるほどね、よく親ガチャとか言いますけど、うん、ね、例えばお金持ちの家に生まれてもう小さい頃からなんか慶応の幼稚舎みたいなところに行って、うん、そのままね一流企業に入りましたって言ってるそういう人を羨ましがったり、同じ自衛隊でも安子さんじゃないけど、うん、あの児童養護施設で育って、うん、自衛隊しか就職場所がなかったみたいな人がいるわけです、うん、そう、それは仕方ないってね、やっぱり思わない。そうそう、仕方ないんだよね。小栗さん飲む？なんかね。あ、大丈夫ですよ。もうこれちょっと。そうなんだよね。はい。やっぱ、うん、嫉妬っていう概念がやっぱり、うん、なんか患者さんたちって苦しいし、うん、はい、嫉妬に気づきたくないから自分はダメだと責めてるんだよね。だから嫉妬っていう感情があまりにも攻撃的で、うん、苦しいから。はい、うん、嫉妬っていうのを気づかないために自分はダメなんだっていうふうに変換しちゃってる、うん、だけど自分がダメじゃなくて本当は誰かを嫉妬してるっていう感じに気づいたら、ああなるほど、もう身の毛のよだつような恐怖感というか、うん、暴力性に気づいてしまうというか、うん、自分がただの可愛らしい弱い人間ではなくて、うん、すごくこう攻撃的で、あ、惨めな嫉妬心を持ってると気づいた時の恐ろしさってあるんだけど、あ、はい、でもそれに気づいちゃえばね大したことないというか、うん、まあそんなもんなんだなって、はい、いやーなるほど、うん、いやーなるほど、ここで言ってもいいのかなんか、まあ、性的マイノリティってあるじゃないですか、うん、まあ、LGBT ではないんですけど、うん、なんか、まあ、ポリアモリとかあって、うん、まあ、なんかよくいわゆる複数愛っていうのかな、うん、まあ、でも男性感情的にそういうのはあると思うんですよね、うん、まあ、同時にいろんな人に行くとか、うん、まあなんかまあそういうのを一応認めてる側の立場 の、 あの、まあ、発言なんですけど、なんかまあそうすると、まあ、それを認めると要は嫉妬はなくなるっていうか抑えられるっていうのになるんですよね、うんまあそのまあ、感じないわけじゃもちろんないと思うんですけど、うんうん、まあ、自分がそうしてる以上みたいなまあそうなんだろうね、はいはい、うんうん、でもどうなんだろうね、嫉妬って、うん、どうなんだろうね、うちの子供たちがクリスマスの時にサンタさんからプレゼントもらったにもかかわらず、その直後、クーってあるじゃないですか、うん、クーっていうオレンジジュースの、うん、あのペットボトルの上の蓋、飲み終わってクリスマスだからね、ジュース飲んで、そしたら飲み終わったらこの蓋があるじゃないですか、うん、で、可愛い絵がついてるんですよ、うん、で、これをめくって喧嘩し始めるんですよ、うん、じゃあ私もらうからって言ったら、ずるいとか言って、もっといいもの、目の前にプレゼントもらったばっかりにも関わらず、これをめくって喧嘩とかもうめっちゃ喧嘩するんですよ、引っ張り合いで 2,3 時間ぐらい喧嘩して泣いたり叫んだりして、うん、1日のうち 2,3 時間喧嘩するんですよ、もったいなくないですかこんなのに、でいらないんですよ、ただもうお姉ちゃんにそれ取られるだけが嫌だ、もう妹に取られるだけが嫌、欲しくないけど取られたくない、これが人間の天才だと思ってそう人間ってそうなんだよね、だから嫉妬ってもっとなんか根源的だし、はい、まあ難しいもんだから、そうか、めちゃくちゃ激しい感情がありますよねそうそう、だから相手が自分が損してでも相手を得させたくないみたいなものが、まあ、本質だからなるほど、もう仕方ないんだなってうんそうそう、なんかそれがあまりにも、まあ、攻撃性が強くて、まあ、自分を抑えちゃってるタイプとか、まあ、もしくはそれ前面に出してる人とか、もともとなんか、まあ、もともとっていうか、それがあんまり薄い人って、まあ、いると思うんですけどね。うん、いる。うん、でも、まあ、薄い人は得だよね、生きてくるのは、うん。強い人は損だよね。うん、ボーダーっぽくなっちゃうしね、うん、同じ人でも。うん、
でも結局精神科の治療のゴールって結局不安やトラウマに支配されないというか、うん、亡くなることを目指すんではなくて支配されないことを目指すから、うん、まあ、だから存在を認めるっていうことでしかないというかね、うんうんまあ、難しいね、うんうん、難しいけどでも結論は結構単純で仕方がないと思えばいいんだけどそう、私もそう全くその通りと思うんですよ、本当に、うん、ケセラセラって言ってね、そう、でもそう思えないわけだから、うん、あの、うん、悩んでる人たちはね、うん、うん、でも思えないけど思ったように振る舞うっていうことなんだよね。これもまた、あ、まあなんかそれも、まあ、なるほどね。本当にお坊さんが全部理解してるわけじゃないからね。はいはい、まあ、でもまあ、ひどいお坊さんもいるので。まあ理解したふりをするというか、医者の世界も結構そんな感じだよね。なんでそれが効くのかとか、なんでそれがいいかよくわかんないけど、とりあえずやってるみたいな。やっていく中で気づくというか。はい。こともあるしね、うんうんうん、あれですか、先生も来られる患者さんにやっぱり メンタリングっていうかそのコミュニケーションを重視してらっしゃいますか、うん、どうなんだろうね、うん、コミュニケーションは重視してっちゃしてるけど、うん、なんかやっぱり一周回って、うん、どうなのかね、うん、だからいわゆる精神療法の世界って、はい、支持的傾聴という形で傾聴ベースなんだけ ど、うんうん、そのフロイトに関して言ったら傾聴ベースなんだけど、うん、対話じゃないんだよね、傾聴ベースで観察するっていうか、うん、時々解釈するっていう感じで、はいはい、観察なんだよね、うん、で対話っていう形にしってなかなか難しいんだよね、精神科臨床、うん、例えば認知行動療法もね、うん、指導とワークショップみたいな感じだし、はい、うん、いわゆる対話って形で治療していくって形では、うん、本質的にはないんだよね、うん、難しいんだけど、うん、だから相互交流じゃないんだよね、そもそも、うん、やっぱり医者と患者って結構違うから立場も、うんうんうん、だから一方的なものなんだけれども、うんうんうんでもね、あの5分ぐらいの診療時間で、でも長く僕の中で仏教ベースっていうものが入ってから、あ、そうですか、はい、あんまりそのコミュニケーションの重要性というよりは、あ、もうちょっとなんか問答の重要性に切り替わってるような感じはありますね。なるほどね。うん。そうだね。その仏教ベースはいつ頃から、うん、いや、その重松先生とお会いしたのが、うん、今年の初めぐらいかな、うん、だからそれもまた最近、最近なんですよ、うん、なんとなく日本っぽいことしたらいいんだなってことを思ってて、うん、でマインドフルネスが重要だってことが分かってて、うん、それまではそのまあ、対話が大事だって思ってたんですけど、どうやら対話っていうよりは情報をきちんと伝達するというか教育的な意味があって重要なんだなってことに気がつくわけですよね、途中で。それで YouTube を始めて、うん、だからその学ぶためのアウトプット、学ぶためのアウトプットのために会話してるって感じだったんですけど、その学びだけでは知識を得るだけだと、知識を得てその経験と知識をつなげるっていう補助線のための会話とかしてるだけでもどうやら難しくて、まずセルフモニタリングをするっていうこととか自分に気づくことが必要で、でも気づくのは対話ではなくてやっぱり孤独の中でしか気づけないこともたくさんあるから、やっぱ座禅ってすごい重要だし、最近はマインドフルネスとか DBT とかに含まれてると。で座禅をしている中でなんていうんですかね、仏教ベースのことが理解思い出してきて、うんうん、そうですね、うん、そうすると仏教の中にはまあ、まあ基本的には僕は仏教の人とか昔の宗教者とか哲学者って、うん、昔の
あ昔のっていうか彼らはその精神科医も兼ねてたと思うよね、うん、当時の、うん、だからなんかエッセンスは結構残ってて、うんうん、今は分業化しちゃってお坊さんお坊さん医師は医師になってたけど、うん、昔はもっと混濁としていたはずだから、うん、なるほど、うん、分業化する前だからそうか、うん、そうするとすごく見えてくるというか、うんうんで結局美徳っていうものがないといけなくて、うん、その認知行動療法って今の問題解決が多いんですよ、うんうんうん、問題を整理して今問題解決してるとか、うんうんうん、だけど今と過去だけだとやっぱり未来がないと方向がなくて後ろ向きにどうしてもなっちゃうんで、うんうん、じゃあ未来って何かっていうとヨーロッパのカルチャーだとキリスト教とかそういうのがあるから、あとアメリカのカルチャーだと漠然とポジティブシンキングとか、うんうんうん、じゃあ資本主義的な成功とかあったりするんだけど、日本って違うよなと思って、うん、そうすると美徳とかゴール何かっていうとやっぱ仕方がないとか欲望を抑えるってことだから、うん、でそう考えるとこうぴったりきたってことなんですよ。あ、なるほどね、うん、だからゴールとか未来設定を作るために美徳を追求してると、うん、でもなんか、うん、最近の若い人たちはすごく欲がないじゃないですか。あなんか今、うんはいうん、そう言われればっていう感じがしましたね。大体、うんまあ、日本は同調社会だから、うんうん、そう、新さんそう思わない？うん、っていうか私から見たら、まあ、私は全然欲のない人だからね、うんうんうん、っていうかあまり勉強しないかったけど、それは学校の先生からとか親から見ると欲がない欲がないって言われるし、うんうん、まあ、何か食べたいと眠くなったら寝たいだけはあるんだけど他の欲があまりないんですよ、うんうんうん、あ昔からそうだったっ昔から子供の頃からそうなんですね、うん、なるほど。だから自分で納得しちゃえばそれでもうクローズしちゃうし、うん、確かに自分の世界の中だけで、うんうん、だからね、あのシンさんはこう憤、うん、ることもね少ないし、うん、あの穏やかにね、うんうん、なるほどね、うん、いられるんだと思う。だからあれですよ、でも一番問題なのは三大欲求って言われてるの一つがボロって欠けてるから、私だからあれなんですよね、あの電話だと、うん、だからぶっちゃけ言うと性欲ってないんですよ、うん、全然、うん、なんで普通の人って恋とかなんとかってするんだろうと思うんですよ、うん、そういうことって全く理解できない、簡略すぎてない、ナメック星人のような気です、うん、セクシャルとかね、今ね、うん、いやだからあれもないし、だから全然高校とか大学、あ、電話ですね、それ、うん、変な電話だから電話でも別にそれでいいんですよね、はい、そうですね、そう、何しろそれで全然、そういう、なんか、うん、いわゆるセックス的な話が全然できないから、それでまたいじめられたりとかして、うんうん、いや、でも新さんからね、言わせると、あのよく痴漢とかそういうので捕まる人たちいるじゃないですか、うんうん、ああいう人たちは大変だね、性欲があってとか心臓よく言ってるんだけど、うん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 、本当にそれもだからそういうほとんどない人からすごく強い人までね、うん、いるわけでしょうからね、うんうん、そういう人が犯罪を犯したりね、うん、するんだよ ね、 あれですよね、美徳っていうか、まあ、そもそもまず就職してお金貯めたら車買って恋愛結婚して子供作って家を建てるっていうあれが全然ないもんだからね、うん、あと電話だ、うん、だから他の人から全く理解されない難しい人だと思います、うん、仕事に関してうちの周りにも才がなさすぎて世の中からどんどん連れていってこの国になってくれた嫉妬は、さっき話してたの嫉妬とかそういうのってあんまり理解できないんですけど、いろんな人がそう
なんだなっていうのは頭で分かるっていうのが好きなんですよ。まあね、お金なんて何億あっても、悩む時は悩むからね、あれは。だから、結局そういう人もいるっていうことの人間理解のバリエーションが今幅狭い人たちが多いんだよね、インクルージョンされてないから、はいはいはい、だから結構みんな疲れちゃうっていう、ただ単純にそういう人もいるってだけなんですけどね。そうですね、いわゆる日本の仏教って神道と一緒だし、うん、あとはなんか多神教で結構いい加減なんだよね仏教も、うん、そうなんですよね、宗派とかも関係ないもんね結局日本って、うんうんうん、宗派違ってもなんか一緒みたいなこと言ってるし、うん、あんまり争ったりしないよね。自民党の総裁選も誰がどの一生してるかよく分かんないもんね。本当ですね。アメリカの大統領選と全然違うよね、うん、もうどこの部分で両者価値観が違うかって明確だもんね、うん、中絶を反対するか賛成するかとかね、うん、論点が、うん、だから生産性がないからダメだってね、うん、うん、LGBTQ の人たちも、うん、なんでダメかっていうと生産性がないから、子供を作らないからダメですっていう理屈なわけですよね、うんうん、なんかもっとね、うん、みんなで子供はみんなで育てればいいのにって思うけどね、うんうんうん、そうですね、うん、でもあれだね、うん、誰かが作んなきゃいけないんだよね、人間を。はい、でも作るのが好きな人もいるからね。ああまあそれはそうでしょうね、うんうん、作るのに興味がない人もいれば作るのに興味がある人もいると、うん、だから絶対その反対側もいるからね、うん、まあただそれだけなんだけど、うん、その多様性は、うん、はその生物として欲しいんだけれども、うん、多様性を否定したくなる本能も同時にあるというか、うん、そうですね、そう、うん、この葛藤状況をどう理解するかと思うんでしょうかね、うんうん、地方だとね生きづらいからって言って東京に出てくる人は発達障害の人も多いですね、うんうんうん、まあ逆もまあでも逆はあんまないんだよな意外と結局、うん、だから東京に一点集中化しちゃうというか、うん、でもなんかその理由が分かるとすっきりしますよね。その反対の価値観に出会った人が、まあ、なぜそう考えてるのかって、うんうん、確かにうんうんまあ、そういう人もいるんだなって納得がいくというか、はい、そういう人もいる。うん、確かにね、うん、でもなんか SNS の影響でなんかそういうのもなんか急激に理解が進んでる気がしますけど、うん、なるほどね、はいうんうん、YouTube のおかげですよ。YouTube とかもああこういう人もいるんだなみたいな、はいはいはいうん、そうですね、うん、いろんな人がいるってでねうん、みんなが思えば本当にそれだけで、うんはいうん、みんなが楽になると思うんだけどね、うん、あとこういうリアルな場所も大事なんですよね、うん、なんか話戻すと、うん、あそうですね、なんかやっぱり紙、うん、なんかその目から入ってくるとか耳から入ってくる情報だけだと、うんうんやっぱり賢くならないみたいね人間って。だから AI と一緒で、うん、AI もテキストデータとかはいっぱいデータ入ってるんだけど、うん、根本のところで間違えたりするじゃないですか、うん、あれはロボットとか体を持ってないからだと言われてて、うんうんうん、高いところとかリンゴが落ちるっていうのは、うん、テキストで知ってるけど見たことがないし感じたことがないから、うん、たまにハルシネーションすると、うん横からリンゴが落ちてきたとか言っちゃうらしいんだけど、そんな間違いは普通はしないじゃないですか、どんな文脈であっても。それはテキストからしか知らなくて、でもこれって確かにその通りだなと思って、患者さんたちも当事者会とかに来ると一気に理解が進むことってあって、病気の理解とか、だからやっぱりその五感を通じた刺激って結構学ぶ上では大事みたいですね、うんうん、そうですね、うんうん、まあここを作ったきっかけもねやっぱりみんなこう生きてきてこんな変なのは自分だけだと思ってるんですよ、うん、で似たような人に会ってみたいと、うんうんうん、でなんかオフ会とかいうの最初のうち始めてね、うんうんうん、20年ぐらい前かしらね、うんうんうん
そんな前になりますよね、うん、あミクシーとかまだミクシーしかなかったね、うんまあ、フェイスブックは日本に上陸する前の話だから、うんうんでも、うん、あの集まって話すともう本当にあるある話で盛り上がってね、うん、楽しくてしょうがないんですよね。そう最初のうちはやっぱ、うんね、そういう時期がありますよね。こんな失敗したっていう話を、はい、もう自分の方がもっとすごい失敗したんだとかいうのでね。カップラーメン作ろうと思って瞬間湯沸かし器のティファールを、うんまあ、間違えてそのガスコンロにかけてこう家を燃やしたとかでドロドロに溶けて親に何してんだってどうなってああそうなったか。そうそういやでもまあそれもそんなの普通ありえないっていう反応なんですけどなんか、うん、あれあれって帰ってくるとかそんなことあとなんだっけあのまあ、人生で初めてまあ交通事故にあったんですけどまあ自転車乗り回しててまあちょっと調子に乗ってなんか一般道じゃないところをこう車の間縫うように走ってたらまあなんかまあハンドル間違えてまあガシャンとぶつかっちゃったんですけどまあ後ろからまあ車からすると急に後ろから突っ込んできただけみたいなまあ100こっちが悪くてでその時になんか OB あの演奏会に行く途中だったんですけどで先輩に電話してすいませんちょっと事故っちゃって演奏会行けなくなりましたって言ったら、うん、そしたら先輩が演奏会は明日だよって二重にミスってあれは確かに困るよねですよね発達障害はいろいろありますよね、うん乗り間違いとかも乗り間違いもあるし、うん、あとこだわりもすごくてね、うん、確かに、うん、なんか自分の専用のお箸じゃないとご飯が食べられない人とか、うんうんうん、すいません、ちょっと手を勝山さん、うん、勝山さんこっち来たらいやちょっと不細工な顔、うんうん、あじゃあ改めて改めてよろしくお願いします。勝山です、うん、お邪魔します。確かに全員がね、みんながそれだけなんだっていうふうに思ってくれればどうってことはないんですよ、うん、それがやっぱりあの仕事とかになると、うん、もう本気になって責められちゃうし、うんうん、まあでも なんだろうね、難しいんだろうね、うん、多分理解するのが。そうなんでしょうね、うん、人間今度は人間の知的能力の違いとか、うん、そういうのを加味して何かを考えるのがどうしてもできないみたいね、うん、単純に難しいみたいね、うん、目に見えないものを理解するというのはやっぱ難しいんだろうね、うん、精神科もそうなんだけど、うんうんうん、理解っていうのもね自分のことだってよくわからないわけだし、うん人のこと理解するっていうのはね難しいですよね、うん、できないですよね、まあ、できないけどでもそうなんだよ、ね、今日も確か両ハムさんに、うん、こんな言っていいのかなその YouTube の動画のプレミアム公開の設定を前ちょっとちょこちょこいっぺんにやっちゃうとちょっと煩わしいからちょこちょこやろうって言って、うん、でやろうねって言ってで僕は前一人やってたんですけどそれきつすぎるから、うん、で両ハムさんやりますって言って、うん、でそれ毎日やるルーティン作業だからできなかったわけですよ、うん、多分できないなと思ったから、うんうん、あのこれ両ハムさん絶対できないから、うん、あの大々さんお願いって言ったら、うん、めちゃくちゃ僕は意地悪してるみたいな感じで、うん、1回のミスでもう1回のミスでこの人の立場を切ったんだみたいな感じになっちゃっていやでもさいや違うじゃなくて絶対できないから両ハムさんとか言って、うん、いや僕頑張りますとか言っていや多分さ、うん、両ハムさんできないからやめようって言って、うん、このやり取りはいろんなやってて、うん、その、うん、結構、はい、あすいませんすいませんだそうそうそういうのがねあるよね、うん、だから意地悪みたいにね帰ってなっちゃうけど、うん、でもなんかね結構面白いよね両方、うん、いや両ハムさんで残業、うん、その何だったっけな、うん、なんかエリートの仕事は、うん、あそうそうそうだから
エリートの仕事ってどちらかというと残業とかの概念がなくてタスクベースの仕事なんだよっていう話がなんか、うん、まあここでは言えないですけど、まあ、あるゴシップというか、うん、ニュースをきっかけにそういう話を雑談でしてて、うん、だからリョーハムさんが、いや僕も海仕事の時は確かに残業とか関係ありませんでしたって言って、まあ、確かに海仕事は自然空いてたし、どちらかというと時間ベースの働き方じゃなくてタスクベースだよねって言って、でもでその後になんか話の流れで、でも僕はやっぱ障害があるんで何時か何時って決められた方働き方の方が簡単ですって言って、いや多分リョーハムさんタスクベースの方が合ってるよって言って、これをやりなさいって言った方が良くて、さっきみたいに毎日決まった時間にこれをやりましょうっていうのは多分苦手だと思うよって言ったら、だからそういう仕事の振り方しないよ僕はって言ったら、いやそんなことないです、僕は決まったことをずっとやり続けるの得意なんですとか言って、いやでも ADHD のところもあるから絶対タスクベースがいいよ、だからこの仕事を毎だからショート動画はショート動画、動画の編集は動画の編集って決めて、それでその仕事時間外とかにもこれをやるって決めてた方がリョーハムさん合ってんじゃないって言ったら納得してくれたんですけど、確かにね難しい、タスクベースなのか時間ベースかっていう考え方難しいみたいで、定型の人だったら割とね、時間ベースの方があるんだけど、やっぱ発達の人はタスクベースの方が向いてるのかなと、そうですよね、なんか残業を許してくれた方が楽なんだけど、かえって今って残業許してくれないから発達障害グレーゾーンの人が鬱になっちゃって通院もいっぱいあって、そうなんですね、なんかまあ極端な話残業代くれなくてもいいからあのいさせてもらえて、過集中とかもね、あったりするから、あの絶対にこれ終わらせなきゃ明日までにって言われたら何時までかかってもやる人はやりますからね、発達の人って、特に夜中にね乗ってくる人が多いしね、規則正しい生活をしながら裁量権がある方がいいんだよね、よくねフレックスタイムで研究所なんかでピッてカードを押して、あのその1ヶ月内の時間工数は一緒なんだけど、あの仕事が終わらない日は何時まで残ってでもいいみたいな会社で働いてるような人って割と発達の人でも仕事うまくいってる人いますよね、まあでも今なんかあのテレワークのね在宅勤務の仕事も増えたから、それで助かってる人は多いですね。でもコロナあとはあれだね、時々やっぱ恨んじゃうからね、恨んで訴えるとかになっちゃうから、いますね。だからまあ企業側もね、そうなっちゃうんだろうと、ね。許せないことはね徹底的に許せなくなっちゃうんですよね。難しいよね。発達障害って自己分析に使えるっていうか、まあやっぱり ASD と ADHD っていう枠組みで、まあどっちに当てはまるかってなんかチェックしていくだけでもすごい自分のことも分かるし、まあ相手のことも分かる、あ人のことも分かるっていうか、そうだね、そのツールとしてまあすごいいいなって思ってて、確かに、まあいくら個性的と言われても教科書に大体 99% 載ってるからね、人間の恐ろしいところは、だからやっぱり教科書のに載ってる範疇を意外と超えないっていうのも、まあ真実ではあるからね、心理学っていうか、まあ精神学でも、精神、ああそうか、やっぱり発達障害の人、増田先生の動画とかね一生懸命見て客観的に自分がこうなんだっていうのを知るってこと大事かなとか思いますね。そうだね、まあ、学びでしか治療って起きないからね、学ぶっていう、だからソフトウェアのアップデートみたいな形で、結局データ量が足んないと解決できないから、データ量をどう増やすかっていう話が結構大事で、結局チャット GPT とか AI の出現で分かったことは、知性って結局データ量に依存するっていう身も蓋もないことというか、綺麗な行動をかけた方がいいんだろうけれど、まあそうっちゃそうだけど、まあとにかくデータ必要だよねみたいな、
したらなんか無駄に感情的になることが少なくなるっていう感じ、うん、ことですかね、うん、だからやっぱり精神療法ってなんか、うん、支持的傾聴療法だけがすごく重視されすぎちゃってて、うん、そもそもデータインプットっていうか教育的な要素というか、うん、ティーチングの要素がすごく軽視されがちなんで、うん、発達障害の場合は特にティーチングってすごく大事だから、うんうん、教えてあげないといけないんだけどね、うんうん、そうですよね、本当そう、うん、本当にね、だから先生の YouTube で勉強してる人いっぱいいますよね、うんうん、よかったです、うん、いや結構発達障害の人って社会性のない人が多いので、うん、やっぱりあの同調するっていうか仕方ないというか、うん、その日本ってこういうもんなんだっていうか、みんなと一緒の社会っていう、うん、そういうのをあの、うん、ね、勉強する場っていうのがやっぱり必要なんじゃないかなって思うんですよね。あ、まあそうだよね、うん、分かってほしいだけじゃなくて相手のことも知らないとね、うん、そうなんですよね、そうだね、昔の方が厳しかったかもね、生きるのがね、会社の中とかね、そうですね、パワハラとかセクハラとかもいっぱいあったと思うし、ただ昔はね、あの一旦会社に入ればあのよっぽどじゃない限りずっといさせてもらえて、まあそうですね、あの給料もだんだん上がっていったわけなんですよね、うん、だから人類も変わってきてるっていうことなんですよね、うん、多様性ですかね、まあね、進化してればいいですけど後退してないね、後退はしないんじゃないかな、僕は思ってますけど、あ、そうですね、扱うデータ量が増えてるから、はいはい、多様性も変わ受け入れるようになってきてると思う、うん、まあそれはいいことですよね、うん、でも発達障害の人増えてるっていうのは、あの前東大の、うん、あ、加納先生、加納先生、加納由紀子先生と話した時に、あの確実にあの、まあ、診断がね増えてるから増えてるっていうのもあるけれども、うんうん、やっぱりね、あの相対的にも増えている、うん、なんでかっていうとね、あの、うん、人間はこう進化をしているから、うん、いらないものは減ってくんだって、うん、だから、うん、増えてるっていうことはね、うん、発達障害の人たちが、うん、この社会に世の中に必要だからなんですよ、まあ、本当かな、どうなんでしょう、私はもうそれに感動して、なるほど、うんうん、確かにポジティブですね、はい、そうですね、そうですね、ポジティブだけど本当か増えてんのかね、本当に、うん、でも増えてるっていう方は多いですよね、発達障害支援センターの相談件数はもう格段にもう、うん、5倍とか10倍ぐらい、ね、まあ、それはね、だから知られてきたからそういう場所が行くようになって、うんうん、増えてないんじゃないかなと僕は思ってるんだよね、実は。あ、でもあの専門医の先生って結構そうおっしゃる先生多いですよね、うん、相対的に高齢出産とかが増えてるから、うん、その高齢出産ってあの発達障害のリスクを上げるんで、うんうん、そういう意味では増えてる可能性はあるんだよね、うんうん、でもそれって数パーセントの話で、うん、数パーセントぐらいは増えてるって言われたらまあ別にそうかなって気はするけど、うんうん、今のような増え方は、まあ、確実に社会的な要請とかもあるし、普通になぜそう思うかというと、診察してる時に患者さんが言うにはうちの親の方がもっと私よりひどいですって絶対言うんで、大体絶対言うから、いや一族、家族の中で一番忘れ物多いのは僕ですっていうことってほとんどなくて、大体お母さんの方がひどいとか、あの感触持ちはお父さんの方がもっとひどいって言うから、だからまだその家族の中ではマシな方というか、だけど困ってるというか、そういうことが多いから、まあ、多分増えてないだろうなってっていうのが僕のそうそうそう、うん、だから両親2人はちゃんとしてるけど、自分だけが変ですっていう人ももちろんいるけど、うん、ま
どちらかっていうと後者の方が多いから、あ、後者というか前者か、親の方がひどいんですよ、でも自分は困っててとかが多いから、まあなんだかんだ言ってあんま変わんないだろうなそうそう、みんな言うから多分本当にそうなんじゃないかなと僕は思ってて、いやうちも先祖代々だ、うんで確かにね、あの少子化ですから、うん、そういう意味では、うんうん、減っていくかしらね、やっぱり、まあうん、発達障害のなんか基準っていうのがね、うん、やっぱりスペクトラムっていうことで、うんうん、だから、うん、その傾向はあるけどねっていうふうに言われる人は多いですね、うん、グレーゾーンみたいな、うん、そうだね、だから医者がもう当たり前だけど社会で働いたことないからね、医者って、まあ医者として働いたことはあるけど、だから分かんないのよね、どれぐらいのことがどれぐらいできるかって、本当にだから僕も自衛隊に前いたけどそれでもよく分かんないもんね、なんでこの人働けるんだろうって人もいるしね、自衛隊なんかあんまり言ったあれだけど、単純なね、学力テストとかね、結構自衛隊ってピン系だから、結構できない人もいて、分かんないよね、東京にいるとね、とかこういうとこにいるとね、みんなね、漢字も書けて数学もできる人たちが結構普通にいて、それでも働けないっていう人いっぱいいるけど、地方に行ったらね、2桁かける2桁の掛け算ができない人とかでね、別にそれは LD とかじゃなくてね、でも普通に働いてるとかね、いるしね、ああ、そうですね、まあ農業とかね、なんかね、働けますよね、電卓使うかいらないでしょうとかね、なんかなんかよく分かんなくなって、まあ結局よく分かんないのよね、そのどこが障害かっていうのは、診察室の中だから教科書的には分かっても診察室の中の情報だけじゃ分かんないから、やっぱりちょっと広めに取ってあげないとかわいそうだなとか思うけどね、そうですね、この頃あの境界知能っていう人もね多いですね、軽度知的の手帳を持っている人も、もらえる人ともらえない人とね、いるし、で意外とそういう人たちの方がこう生活力みたいなのがあったりするんですよね、まあそういうのもある、ささっと料理作るのがうまかったり、でも会社じゃ働けないってことなんだよね、それはあのね、疲れやすいんですよね、あの発達障害の人のどこが大変かって言ったら、もうとにかく疲れるんですよね、疲れる障害だと思うんだけど、そうですね、だから、もう1日8時間月勤で働くっていうのは、ものすごい大変、しかも仕事がなんかやっぱりなんか密度濃いですよね、最近の仕事、どん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 、いやまあね、手を抜けないんですよ、発達障害の人たち、でもあの過集中で 120% の力で与えられた仕事をやっちゃうんですよね、でもぐったり疲れちゃって、確かに、手を抜くポイントを見抜くというかね、いい加減にいい加減にするっていうのができない、適当っていうのが分かんない人が結構多いんですよね、適当って難しいからね、相手の顔色を見ながらここだったら怒られないけどこれは怒られるなっていうラインを見極めなきゃいけないから駆け引きなんだよね、難しいんだよね、空気を読まないといけないから、そのラインは常に変動するからね、仕方ない、仕方ない仕方ないですね、やっぱりね、仕方ない、メモを取れって言ったらなんか、まあ、メモを取りましたっつって、
なんでメモなんて取ってるんじゃないよってどっちよ、どっちにしても怒られるみたいなね。まあそうだよね、そういうこともあるよね。そう相手も弱いからね、人間もこの微妙なラインっていうものを、が分かってない、うん、だから結局僕らって、うん、分かっててもう言語化するまでには時間がかかるから、うん、結局中途半端な形でしか言語化できない、できずに伝えてることが多いよね、うん、会社の人とか。そうですよね、うん、でもなんだろうね、うん、いやでも難しいと思うわ、うん、だって僕が学生の時とか20年前とかは、うん、一生勉強できつつする仕事の方がいいなと思ってて、だから研究職とか医者がいいなと思ったけど、うん、蓋を開けてみれば知らないうちにその全ての職業の人が一生勉強し続けなきゃいけなくなっちゃったもんね。こんなことなかったよね、うん、うちの親の世代なんか別にそんなことなくて、うん、同じ仕事をずっと繰り返せばよかったけど、うん、今ってどんな仕事もずっと一生勉強って感じになってきたし、うん、そうですね、むしろ医者の方が勉強しなくて済むんじゃないかみたいな、うん、変化が少ないから、うん、なるほど、うん、なんかね、そうですよね、うん、そっか、コンピューターが進化するから、うん、ただやっていればいい、ものを作ってればいいとか、ただ言われた作業をしていればいいとかね、ないし、ない、昔はね、女性だったらワープロ打ちっていうのが仕事があったけど、今は一人一台ね、うん、Mac でも Windows でも与えられて、誰でも日報を打つのが当たり前で、なんかタイプライターとかワープロとかっていう仕事はなくなったし、あと日本って申請主義だから、本当に、うん、申請ができないんだよね、みんな。そうなんですよ、ね、そうなんですよね、そこがね、障害年金も結構ハードル高いし、申請するの、うん、そうだね、年金事務所が破綻してるからね、うん、だからもう僕らのね、年金もないかもしれないからね、うんうん、もう破綻してるから、僕らもねぎられてるから、将来の僕らも、うんうん、だから障害年金もそうなんだろう、うん、だから障害年金と生活保護の中間みたいななんかがあればいいんでしょうけどね、うんうんうん、なるほど、うん、あと年金はね、就労しちゃうと等級下げられたりとか切られちゃったりとか、障害年金も、うん、そう、それはかといって企業さんが障害年金ありきで給与の設定をしている企業さんも多いので、でもなんかそういうのも全部含めて社会的手続きの問題って感じもしますよね、うんうん、まあ、ちょっと格差がね、日本も、うん、開きすぎてきちゃってるから、うんうん、たくさん持ってる人がこう、うん、寄付をね、いっぱいしてくれるようになるといいです。なんか日本って寄付っていうより、なんか補助金とかそういうね、うん、いうなんか概念ですよね、国とかも、うん、地方交付税とかね、うん、紐付き補助金とか言って、なんか政策するのをばらまくっていう、うん、だからなんか善意の寄付を集めるっていうような思想があんまり日本にない、うんうんうん、でもアメリカもアメリカで格差が広がってるからね、うん、でも多分制度はあるけど使いこなせてないことが多いんじゃないかなって気はするよね、うんうん、まあ教えるための予算もないというかね、だからやっぱり制度をしっかり使うってことだったり、うん、でもそもそも保健所行ったら教えてくれるんじゃない、うん、教えないです、教えてくれないんだ、うん、まあ、保健所の職員も結構転勤が多いからよく分かってないんだよね、うん、だから情報発信をしっかりするっていうのと、うん、そうですね、あと使える制度はしっかり使うってことだね、うん、でも単純な水際対策は減ってるはずですけどね、うん、昔よりは、うん、まだあると思うけど、情報発信ですよね、先生の YouTube とか、うん、我々がやってる研修会みたいな自助会を通して、うん、そうだね、参加者の人に発信するっていう、はい、うん、まあ診察とか受けずに手帳が欲しいっていうのはやっぱり、うん、まあ、治療を受けないとダメだからね、治療を受けたらもしかしたら働けるかもしれない、手帳、診療を受けずに
お金だけ欲しいっていうのはいかないしね。それはそうなんだよね。なんか難しいんだよね。だからこう精神科の患者さんとか社会的弱者の人たちっていうのは、やっぱりこうその政治を通じて国民からこう寄付というか福祉をもらわなきゃいけないんだけど、そういうみんなが助けてもらうためにはみんなと仲良くしなきゃいけないんだけど、逆のことしちゃうと、そうなんですよね。そうそう、向こうは向こうでね、じゃあなんで助けなきゃいけないんだよってなっちゃうから、まあこういうことで困ってるんですってちゃんと言えるような環境を作るということなんだよね。そうなんですよね。だから私たちもそのためにフォーラムっていうのをやってて、厚生労働省の担当官の前でこういうことに困ってるんですっていうことを言うために始めたんですけれどね。国としては生活保護準備してるのに何か取ってくれないのなんでって形だったら、いやでも私これがあるからとかだとうまくいかないから、まあどうすり合わせるかだよね。そうですね。だからそれはかつ発達障害とか精神疾患が働けないっていうことをちゃんと教育するシステムが必要なんだろう ね。 そうですね。生活保護担当者の人に本当にお金が全くない人しか受けられないっていうのが難しいですよね。だから全くなくなったら受ければいいんじゃない。でも使い切るみたいな。でもそれもリスキーだな。やっぱりね、親がねその子のためと思って貯金しているとかね、難しいですよね。難しい。でもまあそういうことなんだよね。あんまりですよね。かといってね、貯金残したまま生活保護ってわけにいかないからね。そうなんですよね。なるほど。まあ現金の貯金とかならね、だかもしれないけど、タンス貯金をね、10万、20万ぐらいだったらね、あれだけど、難しいな。そしたらね、貯金あるのに生活保護出たらね、みんな取り始めたら困るしね。そうですよね。まあそもそも理念としてよくわかんないからね。あるのに使わずに何かを下す、困ってるから下さいだと意味がわかんないから。だから家族、基本的には、日本って別に福祉国家じゃないから、アメリカと同じ個人の自己責任の国家だから、でプラス家族主義だから、家族がフォローするっていう政治体制だから、まあ今変わりつつあるから、移行期なのかもしれないけども、あとは福祉国家にしていくのか、それともアメリカみたいな個人主義の国にしていくのかっていう二択なんだよね。だけど基本的には日本って別に福祉国家にしようっていう気はないから、全く、国民的に。だからまあその中でどう生き延びるかってことだし、まあ福祉国家にしていこうっていうような、まあ、政治家の人を応援していくしかないんだよね、あとは。でももうアメリカもそうだけどちょっと難しいみたいね、福祉国家っていうのは。まあ、自己責任の方が強くなっちゃってて今。そうですね。なんか相性悪いのよね、資本主義的なものと、いわゆる日本のもともと持ってる仏教観と。っていうことなんだろうか。いや難しいですよね、どこの国もね。だけどまあみんなで助け合ってね、生きていかないと、本当に地球上にね、人間同士でいるわけだから、そんなとこで終わりますか。そうですね。はい、長くなりました、ありがとうございます。じゃあ、ココペリさん、コモリミトフェス。コモリミトフェス、そう、なんかコモリの山田さんから、まあ、コモリの、コモリミトフェスっていう今度、イベントがあるよっていう、宣伝はしてくれって頼まれて、10月14日、増田先生が出ますので、そう、増田先生お出になるので、まあ、僕もなんか音楽っていうか自分バイオリン弾くんですけど、そういうちょっと音楽とかで、まあ、出演とか、あとゲームコーナーがあって、その上でボードゲームとか ポーカーとか、最近流行ってるすごいテキサスホールデムっていう、まあ、ゲームがあるんですけど、それを
やってると思いますんでまあよかったら、池袋かな、池袋で、あの豊島区役所の1階、うん、センタースクエアっていうところでやりますので、はい、よかったらリンクとか後ほど送りますんで、はいはい、よろしくお願いします。彼、うんうん、は ここでも、うん、あの健康ポーカー、あ、そう、ポーカーのイベントです、健康マージャンとかね、はい、うん、今度ライブもお金をかけないでやるんですけど、はいはい、うん、この発達障害の人はポーカーフェイスできない人が多いでしょうからねあのブラフの練習でそう楽しみながら、普段もこんな感じで2時間とかダラダラみんなで喋ったりしてるってことですよね、カフェ。そうですね、まあ、カフェはそう、カフェは普段の営業日は、うんうんうん、あるある話とか、あるある話とか、あと9月22日にポーラモというのがあって、うん、あー、はい、厚労省に対して、まあ、発達障害の当事社会の代表ことを言うっていうことなんですけど、うん、まあそれもそうなんですけど、増田先生の本ですね、増田式心の治療のメソッド、こちら限定で20冊ちょっと、あの絶賛サインが入ってるんですけれど、これも会場で販売いたしますので、申し込みそびれちゃった方ね、売り切れになっちゃったらしいですね。そうです、増田先生の直筆サインが入ってますので、うん、こちらも会場で販売しますので、ぜひいらしてください。じゃあ終わります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。